あれ？なんで大石が？と、それはいいか。ただそうなれば、同じ意味でサトシ君も運び出す必要があります。あの、サトコの兄の王女サトシか？じゃあサトシってこの診療所にいたのか？え？リカさん？ごめんなさいなのです。まだ、ケイチたちにはサトシのことを話していなかったのですよ。そうですか。生きてるという表現が、正しいかどうかはわかりません。ただ、サトシ君の存在は、私たちの研究活動において、大変重要な役割を担ってくれています。そのおかげで、サトコちゃんが救われたと言っても、過言ではない。かつてのひなみ沢ではね、研究と称して人体を用いた実験が行われていたそうよ。バラバラに解剖して、その細胞内に含まれているいろいろな成分を調べるサンプルとして扱われていたらしいわね。時々出る行方不明者の中には、その実験に送られた人もいたみたいよ。このこと頼んだよ。
もう一度聞きます。サトシ君はどこ？シオンさん、どこでその話を？質問したのは私が先ですよね。尋ねる前に答えてください。サトシ君は、どこですか？それは…言っておきますけど、私があなたを撃てないと思ったら大間違いです。喋らないと分かったら、遠慮なく脳天打ち抜きますから、そこのところよろしく。一人でも矢探しするだけですから。とりあえず、分かったの意思表示として両手を上げてもらえますか？そして頭の後ろで手を組んでください。シオンさん、余計な説明はいりません。質問したこと以外は話さないように。では、サトシ君のいる場所に案内してください。そうそう、警備システムは切っておいてくださいね。あるんでしょ、ここ。わかりました。この下に、サトシ君は？そうです、シオンさん、あなたに黙っていたことはどんなに詫びても足りない。それはよくわかっているつもりです。でも正直、これ以上先に進むことはあなたにとってプラスになるとは思えない。だから次行ったら撃ちますよ、本当に。おります。足元に気をつけてください。こんなフロアを作っていたなんてね。ますますうさんくさいですよね、この診療所。
この中です。サトシ君、サトシ君、生きてるんだよね、サトシ君、生きてるんだよね。どうなの？答えてよ、監督。シオンさん、お願いです。撃っても構わない。一つだけ、どうしても約束してほしいことがあります。この扉は、絶対に開けないでください。決して起こそうとしてはいけません。いいですね。絶対約束してください。どうして?どうして起こしちゃいけないんですか?サトシ君は病気なんです。それも完治が現時点では望めないほどの。はぁ?ここまで来てそんなザレ事!さっさと開けないと撃つって何度も言わせるな!本当です!これだけは信じてください!あなたの気持ちはよくわかる。でもこの部屋に入って彼と会えば、きっとあなたは後悔する。次は足ですか?それとも肩?腹ってのも一つの選択肢ですね。さあ、早く開けなさい!それともこの扉の前に、あなたの腹に風穴を開けたいのですか?シオンさん、見るな。そんな顔で私を見るな。イライラする。さあ、さっさと開けろっていうのが聞こえないのか。撃ちたければ撃て。私にはそれだけの罪があるし、あなたにもその資格がある。だが、この扉は絶対に開けるな!これ以上の悲劇を、私は医者の誇りにかけても、守らなければいけないんだ!辛いことですが、真実だけを手短に話します。サトシ君は1年前、度重なるストレスから脳と心に深刻なダメージを受けました。幸いなことに命に異常はありませんが、今のサトシ君には目に入るものの敵味方、真実と虚実の区別がつかないんです。それってどういう、すべてのものを悪意に捉え、過度の被害妄想と恐怖に取りつかれ、それから逃れるために目の前にいるのが誰であろうと襲いかかります。昨年、不用心なスタッフが
整形手術を必要とするほどの大怪我をしました。彼は、たとえあなたであっても、例外としません。本当に大切に思うなら、どうか彼を起こさないでください。それはきっと彼が望むことでもあるんです。起こせばそのサトシ君の姿はあなたを必ず傷つけます。そしてサトシ君もその姿をあなたに見せたいとは思わないはずです。ですから分かってください。なんで？なんで？言ってくれなかったのです。なんで？サトシ君がいなくなった時にそのことを。どんなにサトシ君が変わっても、おかしくなっても、もう話すことができなくなっても、サトシ君が生きていると知っていれば安心できた。悲しくなかった。希望を信じられた。なのに、なんで？待たされた私や里子がどんな思いだったか、どれだけ心をぐちゃぐちゃにされたか、そして里子がどれだけ不幸を味わったか、あんたはそれを一番近くで見ていただろう。それなのに、それなのに私たちをずっと騙してたのか！ならば話せばどうなっていましたか？話せばきっと会いたくなる。そして会えば触れたくなる。話をしたくなる。それは幸せじゃない。辛さを増していくだけでしかない。詭弁だ。そんなの、あんたの勝手な思い込みじゃないか。否定はしません。私が彼の病気を甘く見すぎていた。すぐに治せると思っていたから、病状が良くなってから打ち明けるつもりでした。同じ再会なら、元気な姿で二人には会わせてあげたい。しかし、サトシ君の意識は一向に戻らず、結局、話す機会を失ってしまった。言い訳するな！あんたは楽しんでたんだ！私たちが泣いて、悲しんで苦しんでいるところを見て、同情してるふりをして面白がっていたんだろう！そんなつもりはなかった！それでも今となっては、自分の愚かさのために、今日を招いてしまった。それを思うと、死にたくなるくらい嫌になります。そう。
なら。安心して。殺してあげますから。あんたはサトシ君の仇。そして、サトコと私の恨み。その前に、一つだけ、聞かせて、もらえますか？はい。あの機械、どういうことですか？サトシ君の体使って、何をしているんですか？病原体の治療法を見つけるため、サトシ君に取り付いたウイルスから、試薬を作り出す研究をしています。あんたは！しーちゃん？一体何があったの？監督は？サトコは大丈夫だ。でも監督は？明らかに銃だよ、これ。しかも これシオンがサトコに渡すんだって言ってたやつだ。じゃあシオンもここに？考えている時間はないよ、ケイチ君。二人を探さなきゃ。ん？何してんだ、シオン！来るな！みんな、そこを動くな！シオン！みんなして、みんなで私を騙して、嘘ばかり言って！サトシ君のことみんなで隠してたんでしょ？はぁ？何言ってるのさ、シオン。サトシが一体どうしたっていうの？とぼけるな、ミオ。一緒に探そうって私の気持ち分かってくれるって言ってくれて嬉しかったのに、すごく嬉しかったのに、あれもみんな嘘だったのか！意味わかんないよ。なんでそんなこと言うのさ。私の言うことなんで信じてくれないのよ。え？ミー、ごめんなさい。僕のせいなのです。シー、ミーは本当に知らなかったのです。ここにいる中で知っていたのは、入江と僕だけです。だから、他の人たちは関係ないのです。リカさん？リカちゃんも、あんたも、この悪党とグルだったんですか？サトシ君の体をもてあそんで、人体実験をしていたこの男と！サトシって、
どういうこと？あの子、ここにいるの？身体実験って、リカちゃん、何なの？意味わかんないよ、説明して。そのシオンの後ろの部屋にサトシがいるのか？そうなの？サトシ生きてたの？その部屋にいるの？生きてるなんて言えるか！こんな扱いされて新薬の試験体？誰が認めた？誰が許可した？誰がそんなこといいって言った？あんたたちはサトシ君の体を使ってよくもそんな非人道的なことを。試験体というなら僕も同じなのです。僕もサトコも試験体としてこの雛見沢症候群の研究に協力しています。この病気の実態を解明するためには入江たちの新薬の効能を生きた人間で確かめる必要があるのですよ。え？じゃあ、サトコも？サトコは知らないのです。もうすべて打ち明けますが、サトコは一時、雛見沢症候群の末期症状に陥りました。あの子の命を救うためには、このプロジェクトに参加して、新薬の実験投与を受け続けるしか方法がなかったのですよ。なぜそれを言ってくれなかったんだ？それは俺も初耳だぞ。サトコが発病したのは、とても悲しい事故がきっかけでした。できれば圭一やシー、サトコのことを大切に思っている人たちには、永遠に言いたくなかったのです。3年前、あの子は新しい父親にどうしても馴染めず、毎日の生活にストレスを抱えていました。それって、まさか、あの。3年前の、綿流しの時です。サトコちゃんのご両親は、彼女を連れてドライブに行きましたが、その到着した先の崖で、転落事故に遭われてしまった。警察の発表では、柵が老朽化したための事故死とされましたが、私たちの調査によると、誰かに突き飛ばされた説が有力です。そして、現場近くの目撃情報から考えても、そこにいたのは、北条夫妻と、里子ちゃんだけだった。嘘だ！じゃあ、里子の両親は、あの子が殺したとでも言うんですか？言っておきますけど、あの子はそんな子じゃない！いたずら好きだけど優しくて、意志が強くて、物の分別がちゃんとつけられる子なんです！いくら憎くても、殺したいと思っても、サトコがそんなことをするわけがない！勝手なことを言って、あの子のことを悪く言ってごまかしたりするな！それをしてしまうのが、雛見沢症候群なの。雛見沢症候群にかかった人は、周りのすべての人が自分に敵意を向けていると思い込んでしまう。ちょっとした言動、仕草にも疑い、邪推し、不安を抱いて、自分を防衛しようと思うあまりに、攻撃的な感情になる。でも、シオン、あなたの言うように、サトコは悪くない。あの子はとても優しくて甘えん坊で、それが病気のせいで間違った方向に行ってしまっただけ。それは私もこの入江も分かっていること。だから私は里子ちゃんを救いたいと思いました。そのために投薬と検査を繰り返してみましたが、ずっとはかばかしい結果は望めなくて、それに加えて症状の影響で里子ちゃんは新しい両親
鉄平夫婦に対しても反抗的になってしまい、彼らの対応も相まって症状は悪化する一方だった。そして去年の綿流しから数日後の晩、私はサトシ君と会ったんです。サトシ君はもう白状しますが、叔母を殺したことを私に打ち明けてくれました。それでも警察に自首する前に、せめてサトコちゃんへの誕生日プレゼントを買っておきたいと言ったので、私は彼をおもちゃ屋に送迎したのです。そしてそのぬいぐるみを買い、警察署へと向かう途中でした。助手席に座っていたサトシ君が突然暴れ出したんです。そして運転する私に向かって物を投げたり殴りかかったり、ついには歯をむき出しにして噛みついてきました。私も必死に彼を取り押さえようとしましたが、やがて彼が自分の喉元をガリガリとかきむしり出したとき、雛見沢症候群の発病を悟りました。それで仕方なく彼を偶然持っていた麻酔薬で眠らせてこの研究所に運んだんです。何としても救いたかった。シオンさんやサトコちゃん、彼のことを大切に思う人たちに悲しい思いをさせてはいけない。でも現実は残酷でした。検査の結果、サトシ君の症状はレベル5。通常なら予後不良としてマニュアルに従い安楽死を命ぜられる状態だったんです。私は悩んだ。このまま生きていたところでサトシ君に人間としての幸せは訪れない。ならばいっそ、そう思う一方で今後の医学の進歩という一縷の望みに欠けたかった。そのために私は上層部と周囲のスタッフを説得し、彼を新薬の試験体という名目でこの部屋に、そう、閉じ込めたのです。でも皮肉ですね。彼というサンプルの存在のおかげで遺伝子情報がとてもよく似ていたサトコちゃんを救い、症状を回復させる新薬を作る手立てとなったんですから。じゃあサトコが今研究に協力しているというのは。研究の対象として扱っていることを否定はしません。非人道的だという批判も甘んじて受けるつもりです。でもそうでもなければ、サトコちゃんを救いサトシ君をかばう手立てがなかった。医療保険制度が適用されるとはとても思えない。この病気の治療には莫大な金がかかる。だから私は二人を被験体として国の援助を、他に方法が思いつかなかった。そんな、そんな、私が信じるとでも。騙されない、もう絶対騙されない。あんたはそう言ってサトシ君を手放したくないだけなんだ。自分の地位と名誉と欲望を満たすためにサトシ君を利用したい、それだけなんでしょ。シオン、しーちゃん。嘘だ、みんな嘘つきだ。サトシ君は病気なんかじゃない。そんな得体の知れない病気なんか知るものか。目を覚ましたらまた笑ってくれるんだ。私の頭を優しく撫でてムーって言って笑ってくれるんだ。やめろ、シオン。やめてください、シオンさん。
シオンさん。どうかもうやめてくださいまし。さとこ、気がついて、どこまで？聞かせていただきましたわ。私の3年前のあの事件のことから病気のことまで全部。リカが黙っていても気づいていましたのよ。時々夢でも見るんですもの、あの時の思い出は。サトコ！でも皆さんがどう言ってくださろうと、どう思ってくださろうとも、私の罪は永遠に消えることはないのですわ。そのせいでニーニーにも迷惑をいっぱいかけて辛い思いをさせて、私は本当に最悪の疫病神なのでございますわ。そんなこと言うな、サトコ。俺はお前のことをそんな風に思ったことなんか一度だってない。お前は俺たちの最高の仲間だろうが。そうだよ、レナ、サトコちゃんのことが大好きだよ。サトコちゃんがいるから毎日がとっても楽しいんだから。サトコ、村の人間があんたに冷たくしても何もできなくて本当に悪いと思ってる。でもこれからは私たちがあんたのことを全力で守ってみせる。あんたが幸せだって本気で思えるまで精一杯力になってみせるから。サトコ、そんな悲しいことを言わないでください。なのです、サトコが疫病神なら僕は神様なんて信じないのです。それにサトコと一緒にいる僕はとても幸せなのですよ。皆さん、私は本当にダメな人間でございます。だけどそんな私をこんなにも優しく力強く励ましてくれるみんながいる。そしてみんなと同じように監督さんもこんな私をいつも元気づけてくださったり心配してくださいましたわ。それはあんたを試験体として。いいのです、それでもお役に立てるのでしたら。私の幸せのためにこんなにも頑張ってくれる人がいる。だから私はそんな皆さんのためにできることをしたいのです。そして私のことを皆さんが信じてくださるように私も皆さんを信じたい。ニーニーのことは確かに驚きました。でも私に内緒にしていたのはちゃんと理由があったからだってわかる。みんなも私のことを思いやってくださっていたのだから、私もその優しさを疑ったりしない。仲間も監督さんも、そしてシオンさん、私のネーネーも。サトコ、お願いです。ねえねえ、一人だと怖くて不安だから、私と一緒に信じていただけませんか？ニーニーがいつか帰ってくるってことを。あんたは、それで、いいの？それで、我慢ができるの？待っていられますわ。だって私には私と同じ思いで私のことを大切に思ってくださるシオンさんが、ネーネーがいますから。
ねえねえ、ありがとう。私のためにありがとう。分かっていた。頭では分かっていた。でも心が止まんなくて、苦しくて悲しくて悔しくて情けなくて、どうしようもなくて。ええ、分かっていましたわ。だって私のネーネーはとっても優しい人なんですから。さとこ、